左側のようなね、回路なんですけど、右側にコンセントのね、増設ケーブル、白黒のケーブルですね、それとスイッチ、イとロのところですね、ロを、コンセントにね、変更するという回路です。はい、まず A はね、こういう回路を作ってみました。これでですね、ちゃんとですね、お客さんがね、言われた通りの回路になってるかどうかということですな。はい、これが B ですね。ちょっとね、差し込みコネクタ、変則的な使い方しております。こういうのもね、覚えといてもろたら、また、もうね、3P の、コネクタはあるんやけど 4P がなかったというような時ですね、もうこれでもうごまかすという手ですな。はい、覚えておいてもらったらまたこれ便利やと思います。はい、これが C ですね。もうだんだんややこしになってきましてね、問題作ってる方もね、途中でわけわからないようになりましてね、間違ってるか分かりませんね。もうその時はもう勘弁してください。これがね D です。ちょっとこれもねややこしい配線になりました。見にくいんですけどね、申し訳ないです。まあね、分からんとこは想像力でね、解決してください。お願いいたします。はい、A ですね。これ電源入れますとね、ケーブルの増設でしたコンセントの方はうまくと動くんですけどね、スイッチボックスの方のコンセントですね、これは左の電灯ですね、これ直列な入ってますんでね、これちょっと具合悪いということですね。でスイッチをオンにしますとね、右下の電灯は点滅できると。しかしまあ左側はダメやということですね。それから B ですね。これ正解ですわ。これね。それから C ですけどね、これ電源入れると、両方のコンセントは OK なんですけどね。スイッチをオンでこれショートしますな。はい、これダメやということですね。それから D ですけどね、これは電源を入れるとね、左側の電灯はこれ常夜灯になってますんで、これダメですね。でケーブルの増設した方のコンセントは OK なんですけどね。でスイッチボックスの方のコンセントはですね、スイッチをですね、白がですね、スイッチに接続されておりますんでね、これちょっと具合悪いということでね、これは B が正解ということになりますね。はい、まあ一応ね、B が正解やろう思うんですわ。もうね、作ってるのはもう最近あんまり自信ないです。昨日みたいにね、間違ってね、迷惑をかけました。すいませんでした。まあもし仕事だったらね、言うてください。削除しますんでお願いします。